私、どうしても今日伝えたいことがあるんです。お誕生日おめでとうございます。いおりちゃんが心からお祝いしちゃいますなんてね。嬉しかったでしょ。これでまた1年私のために頑張れるわよね。お誕生日おめでとう。